たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日はですね、よく質問が最近多い六尺ふんどしの選ぶ幅について、どの幅を選んでいいのかというご質問についてお答えさせていただきます。はい、ということで、最近人類ふんどし化計画の新たな仲間にですね、 16.5cm 半幅ふんどしと 20cm 幅のふんどしと 25cm 幅のふんどしが加わりました。これ結構どのふんどしを選んだらいいのかって悩まれる方が多くて、また注文の際にですもんね、質問が多かったので、こちらについてお答えさせていただきたいと思います。はい、ということで、まずね、現物を見ていただければなと思うんですが、こっち一番最初の手前の方、この短い幅のが 16.5cm 半幅ですね。で、ちょっと長くて 20cm で、これ長いのが 25cm でございます。まあ、僕がいつも締めてるこの六尺ふんどしですね、こちらの六尺ふんどしは半幅でございます。まあ、半幅の方がこの横三つが細くなりますし、前もちょっと細くなるので、まあ、普通体型の方から細身の方がいいんじゃないかなと思います。たぬきちはいつもこれを使ってます。で、20センチになるとどうなるかというとですね、まあ、前袋の大きさがちょっと広くなります。なので、ちょっと体格のいい方とか鍛えられてる方、あとは少しぽっちゃり体型の方などに20センチは使っていただければなと思います。で、それに応じてですね、この横三つもちょっと太くなるので、大きい体格が大きい方でも、この横三つがなんて言うんでしょう、太くなって、で、あとね、後ろのね、縦三つとかもこうやってねじるときにですね、幅が大きいと、ここがより大きいねじりになってしまいます。はい。なので、それが嫌だって方は、大きい方でも、半幅を選ばれる方がおりますね。でも、やっぱり、20センチの方がしっかりと締まるんですよ。なんて言うんでしょう。半幅よりも大きい方でしたら、こちらの方がしっかりと締められるので、あと、なんて言うんでしょうね、締め心地はいいと思いますので、大きい方には体格に応じて選んでみてください。で、こちらの 25cm、 だいたいこの半幅は普通から細身体型の方ですね。で、20センチはかなり体格の大きい方って考えられていいと思います。で、25センチ幅の前袋式に締めるっていうのは、結構かなり体格が大きい方が似合うと思います。この間グッチーさんに25センチ幅のを前袋式に締めたんですけれども、結構ぴったり来てたので、力士の方とかですね、体重100キロ超えの方とか、そういうかなり体格の大きい方には前袋式で25センチを使われるといいのかもしれません。で、あとは細身の方でもこれ選ばれる方がいて、何かというと前だれ式ですね。たぬきちがよくやってるこうやって前だれ式に、こう前に垂らすやり方があります。こちらは前に説明してます動画があるので見ていただければなと思うんですけれども、前だれ式って言って、こう後ろは六尺ふんどしですけれども、前はこうやって垂れて越中ふんどしみたいに締めるやり方があります。これをやる場合は25センチ幅のを選んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。なので、あと前袋式もできなくはないので、ちょっと体型が大きい方、細身でも大丈夫です。ちょっと前幅みたいな感じで、少しかっこよくはないかもしれないんですが、前袋式でも細身の方でも前袋式に締めていただくこともできますし、あとは前だれ式に締めていただくこともできるので、2way というか、2つの用途ができるふんどしなんじゃないかなと思っております。以上の3つですね。20センチでも前だれ式をやろうと思ったら、できるっちゃできるんです。こういう感じですね。前だれ式で締めると、イメージこういう感じになる。ちょっと細いかなって感じですけど、できなくはないかな。で、半幅で前だれ式をやろうとするとね、ちょっと細すぎて頼りないっていうか、少しやっぱ細いかなって感じになるので、25センチか20センチが前だれやるのはいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、おさらいですね。半幅っていうのは、体格が細身体型から普通体型、そしてちょっとぐらい体型が大きかったとしても、
あの横三つ、横のふんどしがですね細くなりますので、まあ、ズボンなんかで履いたりとかするときにちょっと目立ちたくないという方は、まあ、半幅が一番スタンダードが半幅でいいんじゃないかなと思います。で少しやっぱり体格が大きくなってきて、あのここのね前袋のここがやっぱり小さくて体型に合ってないと、ちょっとこれが小さすぎるということはという人は、この20センチ幅の6尺ふんどしを締めてもいいんじゃないかなと思います。また細身体型の方で前だれ式に締めることを考えると、まあ、これでもいいのかなと思います。そして最後25センチ幅ですね。こちらはもう力士体型というか、まあ、体重100キロ超えとか力士体型の方、すごい大きい方が前袋式に締めるのと、あとはまあ細身体型、普通の体型、まあ、あの力士体型の方でもいいと思うんですけれども、あの前だれ式の6尺運動を締める場合はこちらの25センチを選ばれるといいのではないかと思います。まあ、用途とかね、あとは自分の締めた時の好き好みはあると思いますので、まあ一番無難なのは、まあ大体半幅を買ってみて、でどうなのかって、まあちょっと細いなと思ったら20センチを選ばれればいいと思いますし、まあ最初からね、まああのもう自分は100、あのなんて言うんでしょう、かなり体格が大きいと分かっている方であれば20センチとか25センチを購入いただくのがいいんじゃないかなと思います。で25センチ以上だと、まあもう全幅って言って、そこら辺あのなんて言うんでしょう、呉服屋さんで売ってるさらしをそのまま買ってきてそのまま締めるという方法もあります。それだと36センチなので、まあ、かなりこれより長いんですけれども、まあ、全幅というのもありますので、まあ、ちょっとこの25センチに物足りない方はさらに全幅も試してみていただくといいんじゃないかなと思います。ということで本日はですね、ふんどしの幅、半幅、20センチ幅、25センチ幅が、まあ、どういう感じなのかというのについて説明させていただきました。まあ、これを見てですね、人類ふんどし化計画もしくはたぬきちのふんどしをご購入いただけるとありがたいと思います。はい、ということでバーって言ってきましたけれどもね、いかがでしたでしょうか。まあ、こちら締めてるふんどしはベースにて、ベースのたぬきちショップにて購入することができます。そして人類ふんどし化計画というのをやっております。まあ、これ通常ですと、まあ、1000円、まあ、1200円、1500円とかで販売してるんですけれども、こちら通常価格1000円のものですよね、ものですものを500円で販売しております。そして送料も無料、送料も無料、そしてステッカー、応援ステッカー1個500円のと、あとたぬきちのシークレット DVD っていうのがあるんですけれども、それをつけて、まあ、あと合計2500円のものを送料を含めて500円で人類ふんどし化計画で販売しております。これお一人様1回限りなんですけれども、まあ、ふんどしに興味があるけれどもなかなか一歩踏み出せないあなたへふんどしを届けたいという思いでやっておりますので、ぜひともですね、あの興味がありましたらベースにてお買い求めいただければなと思います。それではまた会う日までごきげんよう。たぬきちチャンネルでした。またねー。よいしょ。